あの千葉県知事選挙にですね、えー、鈴木大地さん、えー、が出られるという報道があったんですけどもどうもここのところに来て、えー、出馬を断念されたようで、えー、森喜朗元首相ですねあのスポーツ界で極めて重要、えー、な役割を果たされてるわけなんですけど森喜朗さんなんかも、えー、ちょっと <coughs> 鈴木大地さんの出馬,出馬難しいみたいな話をされたみたいで,でそういう流れの中であの鈴木大地さんが 唾をされないってことになったみたいなんですけども、これあの今回のことに限ったことじゃないんですけどね。僕はあの今回の千葉県知事選挙はまあ現職の森田健作さんもいらっしゃいますし、それからあの熊谷俊人さん、千葉市長ですね。あの、いろんな方が出られてて、どなたが現れてもあのいいなと思うんですけども。あのこの候補者選びのプロセスについて、やっぱり思うところがあって。 やっぱりその理想的にはですね今回あの自民党が誰を支持するかということをめぐって鈴木さん大地さんで決まりそうだったのがどうもそうじゃなくなっちゃったっていう力学でねなくなっちゃったみたいなんですけど本来はですねあの各地方政党の地方組織ってあるじゃないですか例えば千葉県連っていうんでしょうかその中での、うん、党員さんですよね千葉自民党の党員さんがいらっしゃるんだと思うんですけどそういう方々の選挙 教によよって選ばれるのが理想だと思うんですよでその時にやっぱりあの、えー、と県知事に立候補される方が手を挙げられてそれでどうこういうあのビジョンで県政をやりたいと、えー、こういうことをしたいんだっていうことでその、まあ、公開討論会などをやってそれでその内部でまず、えー、とプライマリーっていうんですか。えー 予備選挙をすするっていううのが理想だと思うんですよこれからね事実上その時間的な戦略だとかいろんなことはできないっていうのは分かるんですけど理想はそれだと。で僕の理解ではあのアメリカにしろ、えー、イギリスにしろ国政に出る時の議員さんの選び方もそうやってて日本だと意外と根回しでねこの人の地盤のをつくのは息子のこ,のこいつこの人だとか言ってあの大物っていうかその、うん、有力者が根回しで決めるっていうようなところがどうもあるように思いますけど。 えっと、本来は、えっと、今回の千葉県知事選挙も自民党さんが、えー、誰を候補者とするかっていう時に、まあ、手を挙げてもらってそれでその中からその政権とか人柄とかそういうのを、えー、自民党に登録されてる方々がいらっしゃるわけですねいわば党員が。選挙するっていうのは本来の姿だと思うんでやっぱりこういうあの大物議員っていうか有力者があの、まあ、談合とい言わないんですけど根回ししてやっていくっていうことでは。 ちょっとダメなんだろうなって、まあ、もっとも、この問題は。別に自民党にかけたわけじゃなくて、野党も含めて、そうかもしれないですよね。だから、その、えっ、ー、と、本ちゃんの選挙、これは、だから、その。要するに、公職選挙法に基づく、本ちゃんの選挙の前に。各。党の。候補者がどう。セレクトされていくのかという。過程において。日本の民主主義は重大な瑕疵があると。 僕は思ってますあのそこもちゃんと公明正大にトランスパウントにやると結局その政策だとか人柄をちゃんとフェアにんなん何て言うかな競い合うそういう土壌ができていくんじゃないかとつまり日本の政治にはオーディションがないと日本の政治にはオーディションがないと相当僕は強く感じるものです。